急いでくれないか、アリス。もう時間がないんだから。何が必要か考えて動くんだ。自分が先に立とうとせずにウサギの後に続け。ウサギはどこ？その辺を見て回ろうかな。どんな冒険にも最初の一歩が必要だ。陳腐な言い方だが、けだし名言だね。行く手に何か問題があるのなら飛び越せばいい。風に乗ってね。メタエッセンスは不思議の国の命の力だ。敵も極めて強力なやつを持っている。できるだけ集めて効果的に使え。ナイフだけでは十分とは言えない。役に立つものがあったらキープしておけ。捨てていいのは愚かさだけ。そうすれば生き残れ。急いでくれないか、アリス。もう時間がないんだから。ウサギは大事な道しるべだ。ついていくがいい。だがそのままでは大きすぎるな。なぜこんなところまでわしを追ってきた？小さくなる方法を知りたいんです。ネズミぐらいに。ご存知ありませんか？それだけか。だったら教えてやれる。お前には何がある？何も持ってません。鍵はあったか？なかなかやるな。ウサギの勘は当たってたようだ。やつもバカじゃない。要塞の内部に学校がある。そこに材料があるから薬を作るんだ。それを飲めば小さくなれる。材料って例えば？材料は材料だよ。見ればすぐにわかる。ああそうだ、見るといえば万兵に見つからんようにせんとな。捕まれ。ああ見つかった。ここはヤツらの大砲の射程距離内だ。気をつけろよ。
壁ぐらい壊せるようになる。でも今は飛べ。